じゃん、武蔵五日市駅にやってきました。紅葉綺麗ですね。霜が降りてます。はい、おはようございます。 J カズです。今日はですね、武蔵五日市駅にやってきました。で、今いるのが武蔵、五日市広場ですね。で、ここで、武蔵五日市の古物市という骨董市、やってますので、それを見に来ました。毎月、5日ですねの開催なので、まあ、土曜とか日曜とか、私は休みの日に当たらないと来れないんですけれども、今日はちょうど日曜日なので、見に来ました。まあ、店舗数はほどほどなので、ちょっと軽く見て回る感じなんですけれども、行きたいと思います。最近骨董市に来るときは朝、コスタのカフェラテと森永のプロテインバー、なんだかこれが儀式みたいになってます。古物市です。じゃあちょっと見てきますね。リズムゆっくりだから。
体質にもある。ある。ああ、そういうもんだ。これも可愛い。はい、
今日は、五日市広場で開催されていた、武蔵五日市古物市を見てきました。2つ、購入しました。今日は天気も良くてね、とてもいい日でしたね。お客さんはまあぼちぼちなのかな、まあ少ないかな。朝はすごい寒かったのでちょっとこれはと思ったんですけれども、まあお日様が出てきてかなり暖かいですね。風もそんなに強くないしいいと思います。武蔵五日市七福神御開帳1月1日から3日、これは何でしょうね。はい、今日の買ったもの紹介です。ダイヤルノギス、ノギスのダイヤル版ですね。例えば石の厚みを測りましょう。石の厚みを測ると、で、今ですねこう見ると26ミリとこっちのメモリはなってます。こちらですね。で、さらにこのダイヤルのところが、3.5 ぐらいになってるので26.35mm ということですね。普通のノギスよりも正確に測れるということらしいんですけれども、ちょっとこのタイプ初めて見たんですけど、まあ普通にモノタロウとかそういうのでも買えるみたいですが、1500円だったので、あ、ちょっと負けてもらったんですけど、買いました。まあちょっと自分が使いたいために買いました。はい、そして今日の本命はこの急須です。石の急須、ニコニコ動産で買いました。内側も掘ってあります。まあそこはガタガタしてるんですけど、一つの石から削り出して作ってあります。実際に水入れたらどうなるか、水というかお湯入れたらどうなるかちょっとわからないんですけれども、なかなかこの表面とか見えますかね、このテクスチャー面白いですね。これ商品なのか何なのかよくわからないんですが、なんか普通の急須を石で作ってみたみたいな、そういう感じが若干するんですけれども、これに惹かれて買ってしまいました。以上、今日の買ったもの紹介です。はい、今日は、武蔵五日市の古物市見てきました。楽しかったです。まあ秋ならね紅葉も楽しめるし、渓流釣りとか、あとまあリュック背負った、年配の方とかもうたくさん朝から押し寄せて、バスに乗って、どっか鍾乳洞とか見に行くのかな、山登ったりとか。では今回もご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。バイバイ。